皆さんこんにちは。本日もご質問にお答えしていきたいと思います。スプーンの打ち方に関して教えてください。調子の良い時はダウンにかけてフェース面を真下に向けるイメージで強い球筋のドローボールが打てるのですが、最近ダフり気味の引っ掛けフックが出るようになっています。どのようなことに気をつけてスイングすればよろしいですか。よろしくお願いいたします、というご質問でした。フェアウェイウッドでダウンスイングでしっかりとこのように地面方向にフェース面を向けてダウンスイングをすることができれば、ボールにそのまま直接打撃することができますので、回転としては擦れたような回転が少なくなりますので、力強い強い弾道が出やすくなります。ですがご質問の内容だとダフってしまって、でなおかつ強いフックボールになってしまっているというようなご質問ですので、このフェアウェイウッドでいったら、この部分、このリーディングエッジのあたりの下の部分が地面に当たっているような感じがしますが、実際ダフルというのはこの後方部が地面に倒れて当たっているというような症状の場合にダフル動きが出ていますので、下に当たっているというだけではなくてフェース面が倒れて当たってしまっているということが考えられるのではないかと思います。でその時にスイングで考えたいのがどうなっているかというと、やはりこのフェース面が下を向くという状況がこの腰に来たあたりのところで、逆にこのように下を向いているというよりは重りの部分のヘッドの部分が逆に下を向いて降りてきてしまっている可能性があります。でそのまま本来なら開いたまま入ってくるとダフルはダフりますが右に行きそうな気がします。でフックしているという状況ですので、ダフって跳ねながら手を最後に合わせながら返してしまって煽るような形でフックが無意識に出てしまっている可能性があります。ですので改善方法としては、やはりダウンスイングでしっかりと下を向けておくという意識が大事になります。でその時にフックが出てしまう場合は、本人は下を向けているのに無意識にこのようにフェースが上を向いているような形のダウンスイングになってしまっていますので、何がいけないかというと、おそらく回転をしながら下を向けようとしてしまって、回転とこの押さえようという意識がごっちゃになってしまって、回転しながら押さえているつもりなのでひっくり返しているような状況が出てフックボールが出てしまっていますので、気をつけたいのはまずしっかりとクラブが下がってくるような意識からしっかり回転につながっているようなスイングを心がけてスイングしていただくのが一番大切ではないかと思います。ですのでまずやりたいことは、腕をしっかりと下げてフェース面が下の向いているような意識をしっかりと取っていただくということが大切になります。でもう一つは、体の回転スピードがおそらく急加速で回転してしまっていますので、体の回転を一定スピードに保って打つ練習を最初にしてみてください。どうしても体の回転速度を上げてしまいますと、このようにフェース面が管理できなくなってしまいます。ですので腕を最初に下げていく意識と、ボディーターンの意識のスローな回転速度を意識してもらって練習していただければ、少しロフトが立ってダフる傾向が減ってくると思いますので、クラブ姿勢としてはやはり地面に対してこのように入ってきてしまっていますので、いかにこのような状態でずっとこのお尻側が上に浮いているような形、クラウンの後方部側が浮いているような形で入ってくるような意識を持って練習していただく必要があると思います。でそうするためには腕を少し下げる意識と、ボディーターンの回転は少しゆっくり、加速も減速もせずに一定スピードで回っていくということが大切になりますので、その2つを気をつけて練習していただければと思います。ゆっくり下げて、ゆっくりターンをしてもらって、慣れてきたら通常スピードに慣れるように練習していただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。